ついに始動しました。護衛艦出雲での F-35B ステルス戦闘機を使って、発着訓練を年内にも開始。今回は、伊豆、モノ今後の展開を詳しく見ていきます。耐熱処理した甲板で、米軍の F-35B 戦闘機を使用した様々な訓練を開始していく。日本が F-35B 戦闘機がやってくる頃には伊豆、モノ準備は万全になる。海上自衛隊の出雲型護衛艦では、導入を進めている最新鋭ステルス戦闘機 F-35B、ライトニング2を搭載し運用するための改修が進められているが、2021年5月に飛行甲板の耐熱改修工事を終えている出雲において、アメリカ海兵隊の協力により日本に駐留している F-35B を用いて、耐熱甲板の試験と発着艦訓練を年内に実施する方向で検討が進んでいるという。この試験と訓練については、今年実施された出雲の飛行甲板の耐熱塗装の確認と、実際の発着艦における乗組員の手順確認などが想定されているほか、海上自衛隊とアメリカ海兵隊の共同作戦が可能であることをアピールし、東シナ海、南シナ海、太平洋へ強引な海洋進出を実行している中国を牽制する狙いがあると見られている。出雲型護衛艦は、出雲と加賀の2隻を保有しており、基準排水量は19500トン、満載排水量26000トン、全長 248M、最大幅 38M で、海上自衛隊最大の DDH、ヘリコプター搭載護衛艦で、4機のガスタービンエンジンによる小ガグ方式によって最大速力30ノットを発揮し、 SH-60kg 哨戒ヘリコプターを平時は7機、最大で14機搭載することができる。出雲、加賀、両艦ともに飛行甲板においては F-35B が発する高熱に耐うる耐熱塗装を施し、発艦時に乱気流を起こしやすいとされる台形の監視形状を四角形に変更、有事に F-35B を格納するための格納庫改修などの艦内区画整備をこの先進めることになっており、出雲は2024年度末からの定期券。佐治に、加賀は2026年度末からの定期券佐治に改修工事を完了する予定になっている。現行の中期防衛力整備計画によると、航空自衛隊では、2023年度までに F-35B を18機導入することになっており、宮崎県の新田原元地に配備して、2024年から本格運用をする予定にしていて、それまでは山口県の岩国基地に駐留しているアメリカ海兵隊の F-35B を発着艦させることになる。アメリカ海兵隊では、すでに F-35B を強襲揚陸艦に搭載して運用を行っており、共同作戦を展開することによって、運用のノウハウを習得して、今後の運用に生かすとしている。また、この共同作戦のもう一つの目的として、近年の海軍増強が目覚ましい中国への牽制があるとする見方が出ている。ここ数年、東シナ海、南シナ海、そして太平洋における中国の強引な海洋進出は周辺諸国への大きな脅威となっていて、日本も尖閣諸島においては油断のならない圧力を受けているのであるが、中国が周辺諸国だけでなく欧米諸国を敵に回してでも強気に海洋進出を企てているのには、近年空母やイージス艦、強襲揚陸艦に原子力潜水艦などを次々に進水、収益させて、今やアメリカ海軍に次ぐほどの規模となった中国海軍の増強が課題となっている。1980年頃から中国は空母保有を目指して、オーストラリアやロシアから
退役した空母を購入して、その技術を学び、1998年に、ウクライナから、ソ連崩壊後未完成のままであった、ヴァリヤーグを購入して、改修を行い、5万3000トン級の001型空母、リョーネイとして就役させた。そして、リョーネイで得た空母建造のノウハウを生かして国産空母の、建造に着手し、2019年12月に、5万5000トンの002型空母、3トンを就役させて、2021年現在2隻の空母を保有するに至っている。両艦の搭載機は J15 で、リョーネイが24機、3トンは30機ほどとされていて、アメリカ空母の搭載機数の半分以下ではあるが、中国では、現在、満載排水量が8万5000トンとされる003型空母を建造中で、この空母は100機近く搭載可能とされ、アメリカの空母とほぼ同じ搭載機数になるという。この003型空母は、発艦方式に電磁式カタパルトが採用されると予想されていて、スキージャンプ方式のリョーネイ3トンでは、J1 後の燃料や搭載兵器の搭載量を制限せざるを得なかったものをフル装備で発艦させることが可能となり、大幅な戦力強化につながるとされている。さらに、中国では、003型空母と同型艦である、004型、005型の2隻の空母を建造中とされていて、この2隻については、原子力空母となる可能性が指摘されている。また、中国海軍は、これら空母を護衛するための巡洋艦、駆逐艦の建造にも力を注いでおり、2020年に、1番艦、南ちゃんが就役した、055型駆逐艦は、レーダー性能の向上が図られているほか、112セルモの VLS、ミサイル垂直発射装置が配置され、強大な防空能力を持つとされている。そして、原子力潜水艦では、これまでよりも、静粛性を高めたとされている、095型攻撃型原子力潜水艦の建造が進められているほか、4万トン級の、075型強襲揚陸艦の建造が進められてて、2021年4月に、1番艦、海南が就役していて、他に、2隻が建造中で、8隻が予定されている。このように、中国海軍は、これまで、戦略ミサイル原子力潜水艦の保有を除いては、中国本土沿岸防衛のための戦力しか持たなかったものが、次第に遠洋に進出できる能力を高めつつあり、これまで、南西諸島防衛に重点を置いていた日本の防衛戦略の変更を余儀なくされているのである。この中国海軍の変遷を受けた防衛省では、2018年の防衛白書において、中国の脅威を指摘した上で、今回の、出雲、型護衛艦の空母化改修について触れている。白書では、日本の防衛に必要な戦力として、高い性能を有する、戦闘機を保有することによる、航空優勢の確保を挙げていて、より、多くの飛行場による、運用を確保することが、極めて重要としているのであるが、日本の狭い国土においては、新規の基地を設営することが難しく、それを補うために、短距離離陸、垂直着陸が可能な戦闘機、ストブルキが運用できる、護衛艦の必要性を訴えている。島が多い南西諸島周辺の東シナ海においても、その状況は同じで、さらに、太平洋上では、自衛隊が使用できる飛行場は、硫黄島一箇所しかないために、洋上に浮かびながら戦闘機を運用できる護衛艦の存在が防衛上重要であり、そのための手段として、出雲型護衛艦、出雲加賀両艦の改修が必要不可欠であるとし、日本の防衛のために必要最小限度の戦力としているのである。
なお、白書では、両艦ともストブル戦闘機運用機能だけでなく、ヘリコプター運用機能、対潜水艦作戦機能、艦隊の指揮中枢機能、人員や車両の輸送機能、医療機能などを備えた多機能護衛艦としていて、平時での戦闘機搭載は、発着艦訓練時に限定する運用方針であり、あくまで、専守防衛の範囲で運用されるために、憲法9条において、保有が禁止されている攻撃型空母には該当しないとしている。